さあ、デーモンゴーです。今日はね、俺後輩の中でも尊敬する人って あんまりいないんだけど、その嫉妬の、あ、今いっぱいあるイベントや、嫉妬の宮本慎也さん、はい、慎也よろしく。よろしくお願いします。俺さ、もう一番聞きたいことは、はい、君もそういう筋っぽすぎる生き方じゃないのっていうのがあって、はい、俺も監督やったからさ、はい、監督になる流れってあるじゃん、はい、ユニフォーム着ると、はい、絶対感じてたはずなの。俺は感じちゃったの。もう意識はしてました、正直に、はい、ありました。俺は星野監督と球団三木谷さんが呼んでくれた、はい、で、まあ、バッティングコーチやったじゃん、はい、でその年俺の目標はまず5割ラインでシーズン終わる、はい、最後の試合で勝って5割だった、うん、よし、これで優勝できる足がかりできたなと、うん、はい、よし、じゃあ来年親父胴上げだなんて思ってたら、はい、二軍監督行けって言われた。ちょっと待ってよって、嫌な流れじゃないこれ。これって監督なれみたいな、まあ球団に言われても俺は OK しなかったんで、はい、星野監督がおっしゃるならそれやりますと、はい、親父がもういいか二軍監督やれ、はい、とも言えず、はい、はいっつってなりました、はい、案の定なったじゃん、はい、そしたら慎也がヘッドコーチやった時点で、はい、やるんだよ、もうやるの、はい、おとなしくしときゃそれ言い方あれですよね言うたんだよだからそれなのに、なんとあれお母さんの時でしょ。そうです。で、あれ何位になったんだっけ。2位6位です。どうしよう、はい、なんで辞めたのっていう、お前が責任取ることないんだろってこう俺は思ってたわけ、うん、まあよくそういう声はいただいたんですけど、うん、まず僕の予定としては、ね、うん、やっぱり多少意識して戻ってるわけです。そりゃそうでしょ、はい、で3年間はむちゃくちゃな練習させて、うん、土台を作りたかったんです。いいね。でプロ野球で、まあ、みんな猛者が集まる世界で、うん、やっぱりこれぐらいやって初めて土台ができて、うん、そっから自分の考えですよというのを伝えたかったんですね、うん、でもう予定外は最初の2位です。やっぱりね、前年96敗借金51、うん、通常の最下位で30ぐらいじゃないですか、うん、借金、うん、まずそこに戻したかったんですよ。なるほどね。でちゃんと階段登って土台を作りたかったのが、うん、2位になっちゃった、うん、周りもこけた。いやいや、またさ、ヤクルト、俺は毎年12球団のキャンプを挨拶行くっていうのをやってきたんだけど、はいはい、そ全然変わったんだよ、慎也が入って、はいはい、練習の内容って、まあまあね、量がまず、はい、まあそうですね、量ですね、やらせることが大事なことじゃん、はい、納得しようかしまいが、はい、俺ね、習慣ってシートベルトだと思ってて、はいはい、シートベルトのルール出てた時めんどくさかったなかった。そうですね、最初ね、1年猶予があって、はい、罰金本当に取られるようになった、はい、点数取られるようになったって、カーッもってやるようになった、はい、今普通にやるでしょ。そうですね、もう乗ったらやる、はい、あれをどう選手に刺すかだと思ったけど、はい、そういう状態はもう手に取るように分かったの。そうです、エリートのそのイケイケ特攻隊みたいな人なんだけど俺はアウトローの特攻隊みたいな人だからわあ、深夜これはヤクルトちょっと希望が出んなって思ってたんだよな、はいはい、やらしたよな、はい、やらしましたね。本当あのしんどかったと思います、うん、僕が目に組んでてもしんどいだろうなっていうのは、うん、でもやっぱ前年51の借金あるから、うん、素直なんですよ ね、うん、なるほどね、やらないとしょうがない、うん、でしかも宮本が帰ってきた、もう構えてるわけですよ。予想してるよ、もうみんなが構えてるんですだからそっと言ったんですけど、やっぱり2位になったことによって当然その、まあ、球団も優勝、うん、もちろん監督も、うん、でも冷静に戦力見たときに、これなんとかクライマックスいけるぐらいの戦力だなって頑張ってですね、うんうん、まあ、ピッチャーも整備されてなかったですから、うん、いなかったもんな。そうですね、2人ぐらい、いや本当にで、まあ、そういう中で16連敗も経験して、うん、したね。あれね、朝起きれないですよ、ね、すごくわかる目覚めてるから体起きないですよな、全然。もうあのさ、はい、コーチ、あの時深夜とまだコロナ前でグラウンド行けてさ、はいはい、深夜ってコーチってどこ全日本でやったっけって初めてだって言ったでしょ、はい、俺が初めてコーチやった時感じたのは、はい、選手、俺はレギュラーであんま出てない、でも2軍は経験してるわけじゃん、はいはい、そう11年やった全部の負けの悔しさが、はい、首脳陣の1個の負けだって思ったわけ、はい、もう落ち込みかそうですなんかまず最初ね、バンドが小川さんバント好きなんですよ、うん、でバントいっぱいやることによって僕がやらしてるって思われるわけですよね。まあそうなるわな、はい、なるね。で僕一回ね、面白かったのが延長に入って広島戦で、うん、送っても、当時広岡中村、うんうんうん、まあまあまあね、手入んないですよ、はい、まあ、正直な送ってもって
確かにな。でとりあえずここ送ってくれと、うん、で延長入って、うん、また11回ぐらいに同じシチュエーションで送ってくれと、うん、動きましょう監督って言った言ったぐらい結構硬いですやっぱ小川さんって。でまあそうやったら長くずっとやってたんですけど、まあ2年目、まあ、もうちょっと上がれないなっていう状況になった時に、うん、まあ冷静に考えて、うん、これ監督が残ったとしたら、うん、まあ俺辞めなあかんなと思ったんですよね。まずうん責任取るってね、はい、で監督が辞めるって言ってもいや俺残ってもどこ行きゃいいんだよっていうのがまずあった、まあ、その責任をどこにしちゃえばいいってことでしょ、はい、そうです、うん、でまあ監督と話してる中で言うと、まあ、どっちにしても僕やっぱり残れないですと自分で言ったんでしょ。はい。で言わなきゃいいのよでまあ小川監督は、うん、二軍監督とかできないのか、うん、って言われたわけですよ、うん、でもこれ、まあ、もう時効だな言っちゃいっちゃいここだけはいいかな、うん、僕最初に二軍か戻してくれるんだったら二軍監督やりたいって言ったんですよ一番最初は。はい。あそのヘッドコーチの前に。そうです、まあ、ヘッドコーチで呼ばれたんですけど、うん、立て直しっていうんだったら二軍からです。うん確かに。だから二軍監督をさせてほしいと、もし戻すなら、うん、でも小川さんはやっぱ横にいてくれっていうような話になったんで、うんうん、まあもちろん引き受けたんですけど、うん、だから僕が一番想像してダメなのは1年目より下がっていくのは良くない、うん、最悪だよな気持ちの中では、はい、そうです。だから2位になったことによってちょっと自分の中で心の準備もあったんですよ、うん、ダメだった場合に、うん、ああもうね監督とじゃなくて責任取らなきゃいけないなって、はいはい、だからまあちょっと性格上もあって、うん、まあもうこれ居づらいと。いや居づらくねえんだよなあのさ多分同じことか言われりゃああそうだなって分かって思うんだけど、プロ野球のコーチって正直さ、はい、噂になるのがあって、はい、負け出す、はい、もう8月9月、はい、B クラス確定してる、はいはい、就職活動するアホがいるわけコーチがいっぱいいますねこれはもう青春の時から感じてたんで、そうおどこ見てんだ君はみたいな、こっち見ろこっち見ろみたいなでビジターが来るとビジターの監督コーチと、ビジターが練習してるまた話してるコーチとか、はい、電話でやれよみたいな、はい、さそう俺もそれだけは避けたかったんです。そういう生き様だけは、はいはい、こんなに貧乏しても、はい、それは違うんじゃないって、コーチは頼まれてやるもんで頼んでやるもんじゃないんだっていう、そうです、あったでしょ。そうだからでもそれって大きな組織からすると結局一軍監督やって感じたのは、はい、どの道雇われなのよ、はい、一軍監督も、うん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 、っていうことは意にそういうようなことをやんなきゃいけないわけよ、はいはい、だから深夜余計なことやんなきゃいいんだよなって、その汚いとか綺麗とかの生き様じゃなくてそこの責任の取り方いらないんだよ。俺も正直楽天で、はい、星野親父も言われたら、はい、お前が監督や、はい、いやでその時星野監督が退団されるっていう噂があったの、はいはい、監督辞めて体調もあるから楽天を辞めると、はい、俺はいやだから親父退団されるって噂聞いてんですけど、はいはい、それ会見のもう1時間前ぐらいの話、はいはい、わしはそうこれは答えれんみたいな、うん、分からんみたいな言うから、いや分かんないんだったら僕辞めますと、はい、この場で退団しますと、はい、ああなるほどね。星野さん残ってこそのっていうことですね。そうそうそう、まあもちろん最後の許可は三木谷会長、はいはい、一番動いてくれたのは米田代表ってのも、はい、いるうち分かってきたわけよ、はいはい、で一人の人間を潰すなみたいな、だから中田翔のも分かんのよ、うん、結局戻して、はい、ユニオム着させちゃえば忘れるなとかってあると思うで俺は永久追放みたいに野球界を去った人間だから、それでその時に親父に辞めますって言ったら、親父がこれさ長かったな、あの時間はもう多分3分ぐらいだと思うんだけど俺はこうやってるじゃん。俺はこうやってる。よっしゃ、わしゃ残るって、はい。お前がやれ握手やって言われて、握手して、ね、で、球団の人間呼んでるから、へえ、行ってこいって言われて行ったの。はい、でその時も、球団の人からは、まあ、非常に不本意だけど、はい、俺が監督やんとか。そんなこと言われたんですか不本意だけれども、決まった以上、選手、協力しますって言われて。俺これ。やっていいのかこのわけで、そうなりますよねで、まあ、会見行くっていう、はいはい、で会見も一方的にこっちが喋って終わって、はい、記者団が怒って、はい、質問ダメなんですかみたいな喧嘩になっちゃって あれこれ対談会見みたいなっていう経験をしてるからね、ちょっと俺の話長くなったけど、はい、だ深夜余計なことやんなよって、なぜって言ったら深夜を求めてる選手もいるわけよ、コーチ陣も、
そこの責任いられんだよなと思ったけど、余計なこと言ってもなと思ったけどだからそれでもう責任を取っときゃどうやって言ったのじゃん。いやもうだからもうやめた。小川監督に言ったわけ。そう、最初小川監督に話して、で小川監督の方が球団社長の方で、次の日球団社長の午前中会って、うん、僕の性格上これは残れないので、うん、でまあ若い選手がやっぱり厳しいとかね、うん、まあ、そういう声も当然あったんで、うん、もう一回若い選手と接する勉強もしないといけないと思うんで、うん、今回は今年で辞めさせていただけますかっていうところで了承してもらったんですよ。なんかもうその残ることによって、あ、こいつ監督やりたいんだなって思われるのがすげえ自分の中で嫌で、さっきデーブさんもおっしゃったように、やっぱり雇われるんですけど、やっぱりやってくれって言って初めてやる職業だと思ってるんで、うん、そこがちゃんと縁があってタイミングが良くないと、うん、やっぱりなかなかできない仕事だろうなっていうふうにも思ったんで、うん、まあそういうふうな感じになっちゃったんですね。なったよな。いやだからさ、あのオリンピックの解説聞いててもさ、こいつは分かりやすいなっていう、その、あ、本当ですか。まず分かりやすいっていうのが、ありがとう。